そうですね、ちょっと目つけが中身スケスケになりそうなのが怖いのと、あまり薄いとね、白なんですよ。白だからちょっと透けちゃうかなっていう。それがいっぱいあるんだなってなるので、まずはあの色の前にまずあれですか、感触で決めてもらいたいかなっていうところ。あとこれとか、はい、同じ綿100、狙われてる女、綿100で、もう生地自体が洗いかかってる生地ですね、これは。はいはい、だから少しナチュラルな感じにはなる。本当だ、なんかちょっと使ったような感じ。はい、もう洗い加工が入ってる生地。古着みたいな。なので、まあ、ただちょっとこれは白怖いなっていう。透けちゃいそう。透けそうなのと、生地リスク。汚れとかそういうのがなんかありそうな感じだなっていうのが一つ怖いところなので、うん、もうあの47、生産自体は早いんですよ。うん、あの生地決めといた方がいいもんね。そうです、刺繍のデータもできてますので。そうだよね、色変えればいいんだろう。はい、なんかやっぱ、うん、色あるので探せると嬉しいな。それよりもちょっと薄いらしい、目付け的には。うん、少し薄い。またこれ、ね、ニュアンス伝えるのめっちゃ大変ですね、これね。ニュアンス伝える、このトートはあのちゃんと取って、はい、なんか打ち込みって言って、その生地の折り込みの強さだったりとかね、全然雰囲気って変わるんですけど、まあ、ちょっと難しいところではありますね。うん、どうしよう。はい、若干なんかこう表面感だったりとかでいくと、そっちはもうつるっとした感じだったりとかするんですけど、あの春日さんは少しあのナチュラルな感じが好きかなって思って、要は斜めからこういうふうに見ると表面が毛羽立ってるような感じします、ね、ちょっとザラザラしてる。そうそうそう、そういうのの方が少しクタッとして、生地があの多少なり破損しているっていうことなので、うん、そういう部分でクタッと自然に。あ、でもこのちょっと白ベージュっぽい感じの可愛いかも、うん、そうですね。だから生地の風合いはすごくいいんだけど、ちょっと薄さ厚さっていう部分ではちょっと心配な生地はどれでもある。まあ、ちょっと透けますねこれ。まあどちらにせよね、少しは透けちゃうかなっていう。まあ少しはそうですよね。本当に一から透け関係ないぐらい気にならないよっていうんだったら、もうこういうシャンブレの生地に切り替えちゃうとかっていうのは一つ方法かなっていうところですね。まあ、いずれにせよ洗いかけてっていう部分で加工はできるので、そうなるとこのシボ感、これはちょっと僕が手洗いしただけなので、あんまりこういう風にはならないとは思うけど、もっとふんわりと上がるとは思います、うん、これとこれとか可愛い、うん、グリーンとピンク、ね、元のデザインの、ね、色味の組み合わせだったよね、うん、なので、まあ、その色のバリエーションっていう部分でどうするかっていうところを、うん、白黒でよければ白黒は結構あの潰しが効く生地なんで、別のアイテムにも使いやすい。
4人いるっていうことだけですね。海外も行きたくて、それこそもう時間を自由に使えるようになったから、うん、割とだから、ね、かわいい。かわいいよね。あのワンピースが見えないようにしてるのか、一応筒抜け。いや、あっちから見えるんです。うん、マジックミラーみたいな。マジックミラー。わー、すごい。あ、ごめんね、いいよ、見ててありがとう。駅に石みたいな。みんな撮ってくれてる。いや、すごいね。って言っていいかわかんない。世界じゃないんだけど、ちょっとこうプラスアルファのボールを作る。こっちには。あ、でもそこは多分大きい。